ラオウの剣を受けよ。 目の前に現れた風土の占い師は驚くべき情報をもたらした。それは北斗の長兄ラオウすら知らぬ未知の飛行、死病に侵された弟トキを治癒できるほどの究極の飛行。折しも世は剣王ラオウと聖帝サウザーに二分され拮抗状態を保っていた。万全のトキが 剣王軍に加われば剣王軍の力は聖帝軍をはるかにしのぐ。だが病を克服した時はラオウと対峙するかもしれない。北斗史上最も華麗な技を持つ男が全力で己の剣を封じに来る。それもよかろう。ラオウは微笑み国王号を狩る。 新たな剣王の伝説が今幕を開けた。雲が流れている。剣王ラオウが動くのか。走れ国王、時の元へ。第1話、新たなる宿命。
剣王恐怖の伝説が今より始まる。 敵が多すぎる。村を捨てて逃げろ。 時、 野党の群れを前に。 私が戦おう。息子たちよ、騎馬一族の恐ろしさ見せてやるがいい。 騎馬一族に勝てるのよ。鍛え抜かれたこの鋼鉄の体、試してみるか。 剣は全てを砕く。逆らうとはどこの組織だ。
われたな。俺をジータとしてのことか。村への侵入を許したか。
体の俺を侮辱した大罪人、今日こそ引っ捕らえてデクにしてくれ。敵を殲滅する。続け。剣王様、遅れて申し訳ありません。サウザーの動きに気を取られておりました。残党の始末はウヌに任せる。時を死なせてはならぬ。全身勝利のみ。
宿命に導かれる4人。兄に飛行を疲れ病を克服しつつある時、天に逆らい民を顧みず我が道を行くジャギ、奪われた恋人を追う伝承者ケンシロ、そしてラオウ。ラオウは弟たちをまとめ聖帝サウザーに挑まんとしていた。天をめぐる対抗勢力を北斗の力でねじ伏せようとしていた。それは北斗の長兄、そして聖騎末の覇者のみが全うできる使命。時との再会を果たしたラオウが次に向かうは、伝承者ケンシロウが戦っているという町。弟たちを我が背に続け。ケンシロウ、貴様の力も貸してもらおう。ラオウ、それは野望ゆえか、それとも。第二話、北斗の星に導かれて。剣王恐怖の伝説は今より始まる。敵に背を向け助けを請うなど、北斗の男には抱きすべき愚行、ジャギを撃つ。ケンシロウを名乗る男を殺せ。村人に紛れている。村人も全員殺せ。おい、村人を巻き込むな。これは聖帝様のご命令だ。聖帝様のために死ぬのだ。レイヤー、落ち着け。巻き込まぬためにも一刻も早くケンシロウを名乗る男を探そう。
連殺。逆らえば地獄を味わうことになるのだ。
に。それが俺様のやり方だ。連鎖は私が止めてみせる。いずれサウザーの野望はくじかねばならの一撃でとどめを刺さん。シュー貴様、僕もなんと水長剣の前に散れい。ゲスな奴らよ。
北斗豪将派。手強いな。なお、サウザーの軍は北斗抹殺を掲げ、トキの元へ向かったようだ。サウザーよ、ケンシロウ、共に来い。俺もついていくぜ。何人もこの剣豪を褒めることはできぬ。ラオウ、剣王として世を恐怖で支配せんとする者、そして北斗の長兄として弟たちにその背を見せる者、彼は今天をつかむ戦いに乗り出そうとしていた。敵はサウザー、ナントの小生、北斗抹殺を掲げる彼の軍勢は史上類を見ない大掛かりなものであった。
だが北斗の星たちも鮮やかな輝きを放つ。トキが、ジャギが、ケンシロウが、サウザーの野望を阻止せんと集結した。北斗とナント、天の覇権をかけた決戦の準備は整った。あとはラオウの号令を待つのみ。弟たちよ、我が背を越えよ。サウザー、貴様の野望もこれまで。ふん、兄弟まとめて十字領の土台にしてくれるわ。第3話、北斗なんと決戦。神はこの俺と戦いたがっている。進め、時と合流する。血を背負った者に敗北は許されぬ。ただ全身勝利あるのみ。あなたは何を望む？天。
暗殺。この世界を滑るのはなんと、貴様らはここに果てるがいい。装置を解除しました。爆弾だと？危ねえところだったぜ。爆発していたらどうなっていたか。ジオウトだこれ。純正の剣、胸に刻み果てるがいい。
ント水長剣、その神髄を貴様にも教えてやろう。時がいる。倒すがいい。サウザーを。そんなやわな剣でこの体に傷一つつけることはできん。乱世にはかなり巨大な大木が必要。いかなる猛者であろう、俺は倒せぬ。目は見えずとも心で貴様の気配が分かる。と北斗の決着をつける時だ。聖帝様を守れ。行け。もう戦いはたくさん。サウザーを倒して乱世を終わらせる。サウザー、貴様の野望はここで終わりだ。帝王のこの体、下郎には触れることもできぬわ。No!
三世の始末はウヌがつけてみよう。なぜ乱世を収束に導こうとしたのはあなたではないか。何人もこの剣豪を褒めることはできぬ。この大地にはもはや伝説さえ残ればいい。サウザーは消滅し、天は北斗のもとに収まった。その直後にラオウは一人定まった天に対して乱を起こす。この大地には病を克服したトキがいる。この大地には北斗神拳伝承者ケンシロウがいる。この大地には恐怖の象徴であるラオウはもはや不要。弟たちよ、配下よ、民よ、恐怖による統治の後の平安をもぎ取ってみよ。ラオウは来たるべき死闘を思い浮かべ、満足そうに笑う。相手は己以外の全てのもの、その数、その剣、無数無限。これぞ剣王伝説の終章を飾るにふさわしき戦い。我らが目指した偉大なる長兄ラオウ、その剣、その生き様、今胸に刻みつけよう。最終新たなる伝説へ。
剣王恐怖の伝説は今より始まる。ウヌラの力で剣王伝説に終止符を打ち、平安の時代をもぎ取ってみよう。何剣王でもこの大軍にはかなうまい。新たな伝説はこのわしが築いてやるわ。チェー、面倒なことで巻き込まれちまったぜ。隙を見て殺されちまう。この身は粉塵となっても本望。
道天の地を剣で来い。さもなく様に勝ち目はないぞ。子供たちの未来に光が出ます。体に眠る鬼の血再び呼び覚まそう。神経貴様で試させてもらうぞ。
間にも視聴性が見えていたようだな。我が星は天狼星、誰にも組みせず乱世をかける。天狼は乱において北斗を戦場へと誘う。この戦いは我が宿命なのだ。逃すことはできない。
やられはしないわ。我が肉体は無類無敵。屈辱のやつ。剣王には勝てない。
気はする。それが北斗神拳の宿命だ。ウヌを倒した我が剣は北斗を超える。ならば北斗神拳1800年の歴史を背負う王を尽くしてあなたを倒そう。ラオウ、ゲスどもに用はない。見事であった。ラオ、私の覚悟はこの剣で示そう。来たか、トキ。余人は戦場より去れ。我らの戦いに一切の手出しはならぬ。みんな、言う通りにしてくれ。これは私とラオウの戦いなのだ。確かめてみるか、剣士としての私の技を。掴む。
救世主のもと収まった国に興味はない。ならばこの剣を他の大地に伝説を作るのみ。いや、楽しませてもらった。時に対する情けを認めればかような未来もあろう。だが覇者に情けはいらぬ。覇者は愛を帯びぬ。共に北斗神拳の道に踏み込んだ時から兄弟で戦う宿命は定められていたのだ。宿命を変えることなど叶わぬ夢なのですね。ならば私は祈り続けましょう。その宿命の先に一筋でも光があることを信じて。